どうも、しゅんです。こんにちは。とよまるです。はい、ということでですね、今回は企業をテーマに授業していただけたらなっていうふうに思っております。企業の良さであったりとか、就職活動の上でもそういった要素を抽出して活かせたらなと思って、今回はお話しいただこうと思います。ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、どうも、みなみです。こんにちは。こんにちは。笑顔。あ、すごい。皆さん、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。みなみです。本日はですね、企業の話をします。簡単な自己紹介なんですけれども、私は南祐樹と申しまして、今31歳です。22歳大学卒業してから博報堂という広告代理店に入社しまして、27歳の時に会社作って独立してっていう感じで辞めて起業して、で自分のお店を作ったんですね。お店何かっていうと、今日パーカーこれ着てるんですけど、ホル高輪ゲートウェイホステルカフェ&バーって言って、高輪ゲートウェイ駅っていう駅があって、そこから徒歩数分のところに一軒家を買って、で1階が飲食店、2階3階が宿泊施設っていう施設を作って、で自分でその飲食と自分で商売をやってるっていう感じでございますと。で、大企業でサラリーマンも経験したし、自分自身で会社を立ち上げて社長としていろんな事業を起こしていくっていうのもやったので、まあそういう経験とかを通じて何を思ったかっていうのと、あといろんな若者、20代、30代の人たちからの相談を受けることがあって、これみんな結構なんか悩んでると同じかなっていうふうに思ったので、その悩みを解決するために今日の動画を作ろうと思ってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でまずなんですけど、僕はめちゃめちゃ人の人生相談に乗ります。いや、本当乗りますよね。めっちゃ乗るんですよ。なぜかというと、僕自身も困ってたから。僕自身も裕福な家庭ではないので、お金もなかったし、本当情報弱者だったんですよ。なんで僕自身もあの時にこういうお金があったなとか、こういう情報があったなっていう後悔がすごくあって、そのまま後悔をみんなにも味わってほしくないなっていう思いがある。なんで人が助かることを発信して、で一人でも幸せな人が増えたら僕も嬉しいしっていう感じでございますね。社会貢献おじさんじゃないですか。素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしいことをおっしゃっている。動画を見てくださる人は就職活動生で、まあ21歳前後ぐらいの人が多いわけじゃないですか。人生で悩むのって実は就活じゃないんですよ。実は20代後半なんですよ。ざっくり言うと27、8、9歳ぐらいが超人生悩むんですね。何かっていうと、俺の人生このままでいいのかなっていうのをめっちゃ悩むんですよ、みんな。そうなんですね。どういう構造になってるかっていうと、大体22、3歳ぐらいで就職するじゃないですか、はい、3年、4年、5年ぐらいやってると、やっぱり同じことの繰り返しになったりするんですよ。職場と取引先と自分の家と近所のスーパーと近所のコンビニだけで世界が完結してしまう。でなんかうまく回るんだけど、このままでいいのかなっていう疑問を持つんですよ、人生で。なおかつ同年代の人たちが、例えば会社を上場させましたとか、会社を売却して10億円入ってきましたみたいなニュースがポンと入ってきてとか、まあ、スポーツ選手で同じ年代の人が例えばメジャーリーグに挑戦してみたいな、同い年なのに俺はこのままでいいのかなっていうふうに疑問に思うのが30手前ぐらいです。じゃあ豊原さん、そろそろですね。いやー、でもめちゃめちゃ終わります。みんなそう。でこれがなんで生まれてしまうのかっていうところに、そもそも就職活動に問題があるんですよ。おお、知りたい。だから前半では、なんでこの問題が起きてるかっていう就職活動の問題点、どういう点に気をつければいいのかっていう話をして、その後に起業はどうリスクかっていう後編の動画を出します。で前編はこの旬だよりに出して、後編は僕の世界最速で日経新聞解説する男のチャンネルでやりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。すごい、うまい。その声が。というわけで、とにかく就活生なら頭に入れてほしいポイント4点を説明します。結論からこちらです。1点目は年収が高い、2点目は採用人数が少ない、3点目はスキルの資産がつく、4点目は平均年齢が若い。この4点のうち理想は4つを満たしている企業に就職してもらいたい。ダメだったら3点満たしているところに就職してほしいっていうのが今日のメッセージでございます。これだけはとにかく伝えたい。すごい、聞きたくなる。楽しみ。楽しみ。聞きたい。じゃあまず1つ目、年収が高いっていうことに関して説明します。もちろんお金欲しいですよね。ちなみに僕もやっぱ裕福な家庭の生まれじゃなかったんで、就職活動はやっぱり年収がめちゃめちゃもらえるところっていうのを限定しました。もう年収、お金が欲しかった。気持ちいい。めちゃめちゃ正直。お金欲しいじゃないですか。僕高校の時も、まあ、貧乏だったんで、みんながファミマートみんなファミチ食うわけですよ。
僕ファミチキ食わんの、いやその130円もったいないじゃんっていう。今も言ってそうじゃん。それぐらいもうお金に関して親に、ね、言えばもらえたかもしれないけど、親に言うのが嫌で本当に1円でも迷惑かけてなかった。だから全部自分で完結したいと思って生きてるんですけど、それからお金に関してものすごく僕は敏感なんです。だから今こうなってるんですけど、というわけで、まあ、お金は大事ですよ。するで要は何でお金が大事かっていうと、お金の高い、それこそ人件費が高い、給料が高いってことは、要は市場からのニーズがあるってことなんですよ、うん、で例えて言うなら10億円の利益を出したいと思った経営者が何をするかっていうと、年収400万くらいの人を例えば20人ぐらいで雇って、その20人で一気に営業かけるケースと、年収3000万出してでも1人雇って、その人がアルバイトを使って成果を出すっていうケースで、これね人数が多ければ勝つって話じゃないんですよ。モチベーションが低い20人が集まったところで、頭のいいモチベーションが高い人が1人全力を尽くしたら、まあ、勝てないですね。要は1人に3000万払うと得するケースがあるんですよ。だから能力というモチベーションさえあれば20人が多分なっても勝てないので、3000万もらえるんですよ年収で。それぐらい価値が残せるで市場からの評価されてるっていうのが一つのバロメーターが年収なんです。確かに社会をにより貢献した総和の数値化したものですね。そうですそうです。まあ社会が求められてるってことですかね、うん、要はなんかその能力があって、例えば2000万出してでも欲しいで2000万出しとけばとどまってくれるけど、逆にこれケチって例えば500万出したらもうその500万じゃ無理だっつって逃げちゃうから、だから2000万出してでもとどまってほしいと。2000万出してとどまってくれれば10億円利益が出るみたいな決算だったら2000万3000万払うじゃないですか。だから年収が大事、うん、だから年収上がらない企業はもう受けない方がいい、そもそも。まあただ一部のね、企業で、例えば発展途上国に工場を作って、発展途上国の何万人、何十万人って人たちの命が救えるようなビジネスもあるので、もう自分自身が年収200万、300万だろうと、そういうことをやっている人はいるので、そういう価値観の人は、もうその道に振り切ってほしいなっていうふうに思います。で、そうじゃなければ、お金はすごく大事。だから年収じゃないっていう人は間違ってると思います。こだわってください。年収はググって年収出てくる年収ってあまり信憑性も低いので、一番大事なのは現役の社員に聞いちゃうことなので、まあ大学先輩を通じて紹介してもらって、この会社の社員に会って、実際じゃあ2年目の年収いくらでしたか、5年目の年収いくらでしたかっていうのをもう聞いちゃうっていう、で聞けるぐらいの関係値を作るっていうのがすごくいいなと思ってます。スタートアップとベンチャーって基本的に給料めっちゃ安いですね。めっちゃ安いですよ。スタートアップに関して言うと、まあ、それこそストックオプションっていう方法で企業をバイアウトしたりとか上場したりとかして、入社してから5年で1億とかの人もいるので、まあ一概には言えないですね。だからその給料じゃなくてストックオプションっていうので莫大な財産が入ってきたりするので、ストックオプションもらってスタートアップってなると思います。もしくはもらわないパターンで、会社が成長したら給料も上がりそうみたいなパターンも、パターンもありますけど、それはまあお勧めしないかな。だったら入社してる段階から年収1500万とかもらえるように頑張った方がいいと思います、うん、2点目は採用人数が少ないんですね。希少価値が高いんです。金がなぜ価値が高いかっていうのは、地球上に存在する金の数が限られているからなんですよ。だから希少価値が高いから、だから値段が上がるんですよ。もうコピペでいっぱい生み出せるような人材って価値が少ないわけですよ。だからギュッと絞った少数精鋭で、いわゆるエリートと呼ばれているような人数の厳選された人たちがいるような採用人数が少ない会社に行くべきだと僕は思ってます。それは成長環境があるとかですか？いや、もう厳選されてるっていう感じですかね。厳選された人がいっぱいいるから、当たり前の基準が上がって自分自身が成長できるっていうことですか？そうです、そうです。まあそもそもなんかそういう選考を乗り越えたっていう反抗を手に入れられるっていう、うん、で残り全部僕が4つ話すんですけど、この1点目と2点目だけに絞ると、もはやこれゴールドマンサックスとボストンコンサルティンググループとなんかなっちゃうんですよ。マッキンゼーとみたいな。だって年収が高くて採用人数が少ないっていう。だからこれでの理論で言うと、総合商社は大半払ってないんですよ。人数が100人超えてるから。ちなみに絞られているっていう点についてはどう思いますか？その分の難易度が上がりますもん。難易度が上がる、そう。だから価値があるっていう。ダイヤリーはどうですか？ダイヤリーはそれで言うと、だからストックオプション次第じゃない。ストックオプションで得られるお金が大きかったらめっちゃある。だから上場を第一の目的にしてないから、ストックオプション、あ、でも上場じゃなくてもMA があるから。 MA しないな。だから年収っていうか得られるお金が大きいっていうのが正しいかもしれない、うんうん、報酬ですね。うん、そう、報酬、お金、そうですね。3点目がスキルの資産が身につくこと。具体的に言うと、この仕事をしたことによって丸々2年働いて2年後に独立できるかどうかっていうのは、そのスキルの資産が身につけているかどうか。分かりやすい例で言うと、僕が知っている中でそのテレビ局にもともと勤めていて、テレビ局を辞めて YouTube でめちゃめちゃテレビ広告作ってる人がいるんですよ。それはテレビの時代に作った資産で、こういう短い絵 でこういうテイストでこういうテロップを入れてこういう企画を持ってくれば視聴者に受けるっていうノウハウがある。だからそのスキルを生かして独立して YouTube でもテレビ番組広告作るみたいなことができちゃうんです。そういうスキル資産が貯まるかどうかっていうのはすごく大事で、まあよくあるのはその部署に入って花形部署で稼いでいるかもしれないけど、
その部署でしか使えない知識、その部署でしか使えないスキル。なんで、その部署から移動した瞬間に、もうゼロになる。っていうのは、スキル資産が溜まってない状態。なんで危険です。だから、まあ選ぶ時として、2年後に自分がこの仕事で独立できるかどうかっていうのを視野に入れて就職活動するべき。なるほど。だから、これをしないから、いつまでも会社に依存しなきゃいけなくなる。しかもその部署に依存するっていう。大きい企業とか大きい企業じゃなくても、例えば一つの分野でスペシャリストになれるのであればいいけど、そうそう、本当に一部分だけにしかになれなくてスキルとしてたまらなかったらあんまり良くない、ね、良くないよね。なんでもう入社する段階でこの部署にしか僕は行きませんよっていう話をもう強気にしちゃうとかもあり、それぐらい強気で生きる。配属ガチャの影響を相当受けると思うんですよ。そうそう、会社受けると思う。だから配属ガチャがある企業は僕はお勧めしないです。大きい企業ガチャ大体ありますよね。ガチャです、ガチャです。気持ちの持ちようも結構ありますよね。まあそうね、2年後に独立するっていう気持ちで仕事に取り組むとかもまた得られも全然違うから、うん、仕事とかスキルっていうのはもう本当に多岐にわたるから、2年後に自分これで飯食っていくつもりで取り組むっていう、うん、と得られるものもまた大きいのかなと、うん、この意識がないからだ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 ら部署に依存して、で、言い訳して、で、上司の愚痴を飲み屋で言うみたいな人が生まれちゃう。働く姿勢みたいな姿勢、そう、姿勢ですね。だから、みんなに伝えたいのは、就職活動をして、内定をもらってゴールじゃなくて、2年後に独立できるつもりで取り組むっていうのがすごい大事。じゃないと、20代後半で 100% 悩むから、人生。100%! この動画を見て、21、2歳前後の君、2年後に独立するつもりで、仕事に取り組まないと、君が27、8歳になった時に絶対に後悔する。説得力ある。これは、めっちゃわかる。4つ目は平均年齢が若いこと。なんでかっていうと、日本の大企業って全て多分ね、おじさん多いんですよ。もう全てです。全企業、超有名企業、超有料企業だとしても、具体的に出しますけど、僕はもうソニーって会社超好き で業績も絶好調で商品もバカ売れしていて、もう世界中に展開してるソニーですら窓際族っているんですよ。それこそ某大手総合商社では窓際族にいる年収2000万もらってる人のことを Windows2000 って呼んだりとか。これを言うとね、絶望しちゃうかもしれないですけど、頑張っても給料の上げ幅ってあんまないんですよ、日本の大企業って。良くも悪くも安定してる。逆を言うと、ヘマをこいても別に減給そんなされないです。逆に言うと、超頑張って超利益出して上がらないです、年収って。ボーナスで年間100万上がるか下がるかみたいな感じなんですね。でこういう構造になってると何が起きるかっていうと、手を抜いた方が得するっていう構造になっちゃうんですよ。なるほど。年収100万下がってもサボった方が得しちゃうんですよ。だからこの構造上、どうしても日本の大企業は50代60代っていうのは手を抜いてしまうんですよ。頑張る意味がないから。ちなみに、はい、はい、僕結構おじさん好きなんですよね。なるほど。大きい企業の中でも、いわゆる決裁権持ってる人ってやっぱ魅力的だなと思うのは、やっぱ自分で主体的に行動してる人も結構いるなと思って、はいはいはい、素敵だなと思う方が多いので、自分の会社とかでも年上の方も採用したいし、一緒に働きたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、それだと平均年齢上がっちゃうじゃないですか、はい、そこら辺ってやっぱ人によるっていうことですかね。割合の問題、割合の問題、確率論の問題で、よく聞く話が見たい話の法則ってあるじゃない、はい、聞いたことある。働きアリが10匹いたとして、2割のアリがめっちゃ働いて、残りの8割はあんま働かない。で、2割のめっちゃ働くアリが全体の8割の生産性を生んでいると。だから、働く人とサボる人って、絶対2対8になっちゃう。だから、もう構造上、たまたま2の方を引けるケースもあるけど、基本8でサボると。だから、もう、それこそガチャ、不自由になるんですよ。で、それに気づいた優秀な2、30代は、みんな起業するんですよ。あ、このままこの会社にいてもみんな手を抜く40、50、60代になっちゃうから、本当にエネルギーがあるならもう独立で自分で会社やった方がいいなっていう気づくのが大体30前後ぐらいなんです。へえ。28位ぐらいで独立した人を見て、あ、俺もこのままここにいていいのかって疑問を持ちながらも、いや、でも結婚して家庭もあるし、子供も生まれたばっかりだし、辞められなくて、挑戦したいんだけど挑戦できなくて、どうしようって悩むのが20代後半。あ、そうか、結婚とか子供とかいたらまたしにくいですよね。みんな悩むんですよ、それで、ね。っていう相談がめちゃくちゃ多いんです。だからそれは就活の時点で、さっき言った4点を注目してなかったからなんです。で、理想は4つのうち、4つとも満たす企業で理想です。最悪、3つ。1個どっか諦めて3つを満たす。楽しいですか。その今4つっていずれもかなり調べにくい情報だと思うんですけど、なるほど。ヘルさんの考えとしてはそれやはり OB 訪問、もう社員に会うっていう感じです。もう社員に会うしかない。だから逆に言うと説明会とかでこれの情報出てこないっていう、実際おじさん多いよとか働かない人いるよなんて言わないよ絶対説明会で。もね、どんな有料企業ですかいるんですよ、働かない50代60代っていうのは 100% いるんです。でもその割合が少ない方がいいんですよ。だから若い会社がいいって言うと、俺が僕は栽培ジェットすごくいいなと思うのは、でかい企業なのに若いっていう出してるから、栽培ジェットってすごいなっていうふうに思います。
だからでかくて若いっていうのはあんまりないんですよ。そうですね、うん、じゃあ南さん的には大企業よりベンチャー派ですか？うん、それで言うと就職活動をして就職するんだったら、これ言ったら叩かれますよ、コメント欄で 100% 叩かれますけどゴールドマンサックス、マッキンゼーぐらいしかもう狙う場所がない。だから就活しなくていいんじゃねって思う、僕は。だったら自分で起業した方がいいじゃんっていうのがこの理論です。あと大企業とベンチャーの二項対立って結構難しいですよね。二項対立じゃないと思う。僕はサラリーマンか起業家かしかないんで。あ、はい、はい、ちなみにいろんな性質の人がいて、はい、例えば主体的に何でもやりたいっていう引っ張っていくタイプか、サポータータイプでそれをサポートしていきたいっていう人も、まあ、価値観もあるよね。で、多分割合的には後者の方が多いと思うんですよ、ね。まあ、あるね。なのでそういう方々はどういう基準でって、さっきの基準プラスもし他にあったら教えて。正直言うと難しいですで僕の経験上ね、僕も31歳なんで31歳も生きてると、30代になって、あ、私は何か頑張ってる人のサポートをする方が好きだっていう芽生える女性といるんですよ。だから秘書の方が向いてるなとか、バックオフィスの方が向いてるなとか、それこそあ、シュンっていうその企業家がいて、その企業家をサポートしたいなって思うような人とかもいっぱいいるんですよ。だからそれは、まあ、経験積んで、私はこっち側の方が楽しいし合ってるなっていうふうに気づくケースかな。なるほど。生きていく中で分かっていくって感じ、はい。ちなみに起業家って創業者一人だけじゃなくて、はい、例えばスタートアップの最初の数名の時とかは、はいはい、もうみんな経営者みたいな感じだと思うんですが、はいはい、ある種のそういうのはいいってことですか？いいですね、いいです、いいです。でもしスタートアップがベンチャーっていうところにまあ就職したいんだとしたら、まあ、気をつける点は2点あって、1点目はまずさっき言った SO ですね、ストックオプションと言われている、もし会社が上場したり会社が売却された時に莫大な利益が入ってくる、要は株をくれるかどうかっていうところがすごく大事です。ベンチャーとかスタートアップって年収そんな出せないんだから、年収は大企業に比べて低いケースがあるので、うん、だから莫大な財産があるかないかっていうのが一つのポイント、うん、で2つ目は事業内容とかじゃなくて代表者が尊敬できるかどうかっていうのがすごく大事で、この代表者が明日からラーメン屋をやるぞって言ってもそのついていきたくなるかどうかっていうのがポイントなんですすごいすごい反応ですねだから旬ダイアリーは旬が明日から YouTube 全部やめて明日からラーメン屋やるぞって言った時によしやるぞっていうふうに思う企業かどうかっていうのがすごい大事。事業内容を選ぶと失敗する。どうですか、ちなみに50-50 あれもよかったっていうのがあのベンチャーとかスタートアップを選ぶための時の基準。それがないんだったら自分で会社作れって思う。なるほど。で後編に入っていくってことですね。そうです。で後編になります。じゃあ後編もぜひ南チャンネルの方で概要欄から URL タップして後編も見てください。お願いします。企業はノーリスクです。じゃあ世界初の株式会社って何でしょうかってクイズです。面白い。起業して成功するためのステップが4つあるんですね。この4つさえあれば 100% 成功するんですよ。いやこれもう全員に見てほしいこのチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。